それでは小沢一郎代表がご到着されましたので代表のご挨拶を賜りたいと思います。はい、皆さんお待ちどおります。ただいまご紹介賜りました、お待ちの岩手県から出ております、小沢一郎でございます。今日は私が大変信頼しております中野渡君の国政報告会に、日曜日のおくつろぎの時間だったかと思いますけれども、大勢の地元の皆さん、このようにご参加をいただきまして、ご支援賜りますこと、本当にありがたく、嬉しく思っております。本人ともども、心から御礼を申し上げます。ありがとうございました。もう本人が話をいたしましたでしょうから、私は、ひたすらお願いだけに留めたいと思いますけれども、中野あたり君は大変頭のいい人ですから、いろんな問題について、政策問題に精通いたしております。しかしながら地元の皆さんに応援していただいて国会に送ってもらっているわけですから、なんといってもまず地元に関連のある地元にとって大事な問題に取り組んでいかなくちゃならないと、そういう考え方のもとで、農林水産委員会を国会活動の中心としながら一生懸命、地元のことについて、何とかして皆さんの要望に応えたいということで走り回っております。私も大勢の若い議員の人たちがおりますから、一人一人いつも時間を費やして話をするということはできないんですけれども、しかしちゃんとですね、若干遠くの方からですけれども、あの議員は何を普段しているか、どういう活動をしているか、本気で真面目にやっているかどうか、ちゃんと見てるんです。本人たちは知らないですけどね。そういう中でね、本当に彼女は一生懸命、走り回って、頑張っております。どうか、そのことをね、まず一つ皆様にご認識を賜りたいと思います。これは国会議員として当然の本来ことであります。今日もマスコミが入ってますから、あまりマスコミの悪口を言うとね、また小沢攻撃されますから、ソフトに言いますけれども、地元の問題を一生懸命やることがね、なんか悪いことのようなね、そんなことでいいのかというような議論をね、ややもすればマスコミの人たちはしますけれどもね、とんでもない間違いで、あります。地元のことをしっかりと一生懸命やることが、地元から選ばれた国会議員のまず第一の務めであります。私はご存知の方もあるかと思いますけれども、政界に入るときに田中角栄先生の門を叩きました。そして
田中先生に常々顔を合わせると言われましたことは、おさお前地元を回ってるから、しっかりと地元の皆さんが何を考え、何を望み、どうしてほしいと思っているのか、そういう皆さんの気持ちをしっかりと捉え、そして地元の大臣にしっかりと礼を張った政治家にならなければならない。それが民主主義における政治家のあり方だ。私はいつも顔を合わせるためにそう言い聞かされまして、今日まで政治活動を続けてまいりました。これは本当にただ単に自分の PR 選挙運動のためということではありません。今申し上げましたように、民主主義社会においての政治家としての本来あるべき姿であります。そして田中先生はですね、地元のことを解決できないで何が天下国家だ、まずは自分が寄って立つ、自分を支えてくれる地元のことをしっかりと把握して、それを皆さんの気持ちを実現していく、それができるようになって初めて天下国家だ、そういう話をされました。私はこういうことを胸に刻みながらやってまいりましたけれども、本当に民主主義社会においては、国民の皆さん、いわゆる主権者、国民主権と言われてますが、主権者である国民の皆さんが本当に主権を行使するの、誰を選ぶか、どの党を選ぶか、その権限を行使するのは選挙の時であります。ですから、その選挙につきましては、これまたですね、なんか選挙の話しますとね、小沢はいつも選挙のことばかり言うと言いますけれども、民主主義社会では選挙ほど大事なことないんです。というのは、今言ったように、国民皆さんが自らの権限を行使するのは選挙の時しかないんです。だからそういう意味におきまして、皆さんの心をしっかりと掴んでいくというのが政治家の第一のありようでございます。私どもはそういう意味におきましてですね、これはもう中野渡君から話があったかもしれません、私は民主党に党を合併する前は自由党という政党をみんなで作っておりました。しかしながら、自由党は理想に燃えて理念を掲げて作り上げた政党でありましたけれども、実際に政権を取っていくためにはということで、民主党と合併をいたしました。そして私は民主党の代表として、また選挙を担当者といたしまして、3年前の総選挙に向けて先頭になって頑張ってまいりました。そういう意味において、何としても民主党政権が成功してもらうことを願っておりました。その気持ちは、野田さんやあるいは前の菅さんより以上に、自分が先頭になって選挙運動やってきたんですから、一番強く愛着を感じておりました。しかしながら、政権が菅政権、野田政権と続く中で、これは本当に私たちが国民の皆さんに訴えてきた政権なんだろうか、そういう疑問を感じるようになってまいりました。特に、前回の国会における消費税の大増税法案を強行するというに当たりまして、私どもはこれは違うんじゃないかと、我々が3年前に国民の皆さんに訴えたことに、
何て言ったか、まずは官僚行政の官僚支配のこの仕組みを変える、そしてその中の無駄をなくして、それを新しい財源にするんだということを皆さんに言って、政権を任されたわけです。その他にもいろいろな約束をいたしました。ところが我々が3年前に皆さんに約束したいわゆるマニフェスト、まあ日本語で言えば選挙公約ですけれども、これを全く無視し捨て去ってしまって、ひたすら消費税の大増税。これでは我々は国民皆さんに顔向けができない。これを認めたんでは国民皆さんに対する裏切り、背信行為になってしまう。まあ、そういう思いの中で国民の生活が大事という我々のモットーでもあり理念でもあった言葉をそのまま政党の名前にいたしまして新党を作ったわけであります。私たちはですから本当に政権を託してくれた皆さんの期待に答えなくちゃいけない。我々が約束したことを何としても実現しなくちゃいけない、そういう思いで結集した仲間であります。まあ今消費税の話もしますとね、もう決まってしまったんだからどうしようもないでしょうというふうに思っている方々がほとんどだと思います。その通り法律は通りました。しかしながら総選挙はあります。まあ、近いうちにというのはいつだか分かりませんけれども、いくら遠くても来年の夏は任期でありますから、それまでには総選挙がある。その総選挙においてこれはおかしい、ましてや今景気がどんどん悪くなってくる、こんな時に大増税なんてとんでもないという意見を持っている議員が多数を占めれば、消費税を廃止もしくは凍結することも可能であります。どうかそういう意味でね、本当に皆さんはこのことを理解していただきたい。特に消費税というのはね、本当に地方ほど地域ほど非常に厳しいんです。というのはどんな産業でも全部かかります。どんな人にも全部かかります。ですから都会も不景気でだんだん金回りが大変だということも言われてますけれども、まだまだ地方に比べたらはるかにお金が回っております。そしてまた大企業はですね、消費税は輸出するときするとそれを還付されて消費税かからないんです。しかしながらそういった生産性の高い大企業では還付までされる。しかしながら一番生産性の低い競争力の弱い農林水産業はそのままでと。ですからそういう意味でも非常に大都会と地方の格差のある今日の中で消費税というのが今さらに不景気の中でこれを実施すべきでないということは当然のことであろうと私どもは考えておるわけであります。どうか皆さん、これはですね、単に消費税やその他の問題、そういうマニフェスト、公約の問題というばかりではなくしてですね、民主主義のね、基本なんですよ。みんな先進民主主義国家、議会政治民主主義が成熟した国ではですね、選挙がありますと、選挙の前に各政党がもし政権を任せてくれたらこういうことを私たちはやります、それが提示する国民皆さん、それがマニフェストと呼ばれるやつですけれどもね、横文字で言うと、それを見てですね、国民皆さんはあこっちの政党にしようかこの人にしようかということを判断するわけであります。ですからこのマニフェストはね、選挙の時だけでね、選挙終わっちまったらね、あと忘れてしまったと言うんでは、それはもはやね、民主主義そのものは成り立たないんです。ですから、
私たちはそういう意味でね、本当に今現在はまだ国会議員60人そこそこの政党ではありますけれども、このままの政治ではいけない、そう思う同志が手を携えてですね、何としても本当に国民の皆さんの生活を第一に考える政権を作らなければならない。おはようございます。考えておる今日はね、本当にこういう時ですから、政治日程がちょっと昼に入ってしまいまして、遅れてしまいました。またトンボ返って帰らなきゃならないんですけれども、今言ったようなね、気持ちを持って、そして本当にひたむきに誠実に一生懸命地元のみんなのために頑張ろう、国民のみんなのために頑張ろう、そう思っている私ども、そしてまたその当主である中野渡君に対しまして、何としても皆様の旧来と同様ご指導ご支援をいただきたい、その一言を申し上げたくてまいりました。どうか皆様、本当に短時間で、これからまた東京に戻らなければなりません。本当に短時間のお願いだけに終わりますけれども、どうぞ私の意をお汲み取りいただきまして、来たるべき総選挙、もう一度皆さんのお力で彼女を国会に送っていただきますよう、重ねてお願い申し上げまして、ご挨拶といたします。ありがとうございました。Thank you.
Thank you.